石原香織のキャリーアップ。石原香織です。この番組は私石原香織がラジオパーソナリティとしてスキルアップ、リスナーの皆さんと一緒に経験を積み重ねていくエクスペリエンスラジオです。さあ今週も始まりましたが、皆さんもいい時間ですね。19時で、私今19時ではないんですけども、とにかくお腹が空きましてね、本当に空いちゃってんです。お腹が、お昼ご飯食べました。カレーカレーめちゃめちゃ、カレーすごい好きだから週2とか3で多い日は食べてる。まあ、今日はその新年一発目カレーだったんですけど、ね、食べた日すっごい美味しかった。でもいっぱい食べたんだけど、もうお腹空いちゃったんだよねで来る前にね、買っておいて楽しみにとっていたチョコレートがあったんだけど、でもなんか時間的に微妙だしどうしようかなと思って食べないで来たらね、案の定今すっごいお腹空いちゃって。そう、こういう時皆さん何食べますか？私はその何、ライブ前とかじゃなかったらチョコレートとかあとクッキーとかおやつ系をいっぱい食べたくなっちゃうんだけど、そのライブ近くなってくると、まあライブ近いんですけど、まあ今でもチョコ食べてるんですけど、なんかさ頑張ってる時はほら何、そんなにこう昼間とか飲みたくないけど、プロテインでお腹膨らましたり、プロテインバーとか、その何、自分的にはすごいそんなに好んで食べたいと思うものじゃないので頑張って膨らませようとするんだけど、皆さんは何食べてんだろう。なんか他にこう、そのプロテインとかにじゃない、プロテインも飲めるから飲むんですけど、それに代わる何かがもしあったらね、教えてほしいです。皆さんのおやつ事情って言ったらいいのかな。今私はとにかくカレーを思い出しちゃった。カレーと始まる前にお餅と寿司の話をしちゃったんで、そこら辺がとにかく食べたいなっていう風に思っています。でも聞いてください、この後ですね、今の私にぴったりな企画が待っているんですよ。なのでぜひね、この後も楽しみに待っていただけたら嬉しいなっていう風に思います。ではでは始めていきましょう。エンディングまでキャリーアップ。石原香織のキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りします。改めましてこんばんは、石原香織です。まずは皆さんから届いたメールを読みます。こちらは、あずきシュークリームさんからです。ありがとうございます。香織ちゃんこんばんは。こんばんは。香織ちゃんはオータムイベントワンドロップで獲得された景品のリングフィットアドベンチャーはプレイされましたか？私もリングフィットアドベンチャーをやっているのですが、あ、これ香織ちゃんの曲の振り付けにちょっと似ているかもという運動があったりします。そこでお正月に食べ過ぎたのに、外は寒くて運動不足で困っている方のために、そしてセカンドライブメイクスマイルも近づいてきたということで、今回は香織ちゃんの曲を使ったフィットネスキャリングフィットアドベンチャーをやってほしいですとのことです。はい、確かに確かにワンドロップで私優勝とか何、ちゃんと景品でねリングフィットアドベンチャーゲットしたことになっているんですけれども、とっても手に入りづらい品物ということで、現状私の手元にはリングフィットアドベンチャーはございません。まだ、うん、ないんです、まだ。なのでですね、なんて言ったらいいんでしょう、まだ一度もプレイしたことなくて、私の知ってるリングフィットアドベンチャーの知識はリングフィットアドベンチャーで新垣結衣さんがフィットネスしてるところの情報しか正直わからないんですよ。だからちょっと怒ってますちょっと怒ってます。やってみたかった、あれ聞くって周りのスタッフは言ってたんですよ。だけど私の手元にはまだ届きませんねいつになったら届くのか
松茸もどこに行ったんですか私の松茸まあそんな感じで事情をさせていただけると非常に嬉しいなっていうふうに思います。だからキャリングフィットアドベンチャーっていうものがですね、果たしてどういうものなのか分からずやったことないんですよ。こういう感じでなんかおーって新垣結衣さんが可愛らしくあらやられてたので、こういう感じでなんかみんな曲に合わせてアゲンストでもいいですし、妄想プラスティックスマイルかで頭の中で流して適当にリズム合わせてこれ刻んでもらっていただけたら非常にいいんじゃないかなっていう風に思います。今のね、あの道具がなくても今こうやってやっただけで非常に腕に筋肉きますから、ぜひこうやってやって、たるんだ体を鍛えましょう。一緒に私もねやりますんで、こうやってちょっとやるか、手元に来たらちゃんとやりますよ、うん、何してんだろうね、あれどうやってやるんだろうね。すごいなんかきついらしいからさ、本当に聞こえない。あ、こうやってやってんの、こういうのもあんの、へえー、いいじゃん。本当に聞くらしいよ、スタッフさんの話を聞く限り。だからうん、このあずきシュークリームさんはもう上級の人なんですから、もう私より進んでる人なんですから、ぜひリングフィットアドベンチャーをやってほしいです。キャリングフィットアドベンチャーはいつか私の手元に入ったら検討しようというふうに思います。ではでは、じゃあ続きまして、キャリキャリネーム浜町のギャンチャギャンチャギャンチャさんからです。キャリさん、キャリキャリモーニング、かっここんばんは、こんばんは。突然ですがキャリさん、そろそろ香りの季節ですよ。あ、梨じゃなくてイチゴの方です。香りのは今が旬ですよ。以前番組内で香りという品種の梨について話をしてくれていた時に、キャリさんが私はイチゴの香りのという品種なら知ってるって言ってたことがありましたよね。私は知らなかったし食べたこともなかったので、絶対食べてみたいとずっと狙っていました。そしてついにその季節がやってきました。先日購入して念願の香りのいただきました。程よい酸味と贅沢な甘み、そして何と言っても口に広がるのは上品な香り、さすが香りかっこのだなぁと褒めながらいただきましたよ。教えてくださってありがとうございました。また梨の季節が来た際にも、そろそろ香りの季節ですよと忘れずにお伝えしますね、とのことです。ありがとうございます。そうなんだよね、いちごにもね、香りのが正解なのかな、のがいくのかな、香りのっていうのがあるんですけれども、私ね、あのこの品種は知ってるんだけど食べたことがなくてすごく気になっています。どこでスーパーで見かけたことないんだけど、どこまで行けばあるんだろう、千葉かな、千葉のあのいちごを産かれてるところら辺まで行けば行けるのかわからないけど、私も今年こそは食べたいな。でももう始まってるってことは、この送信日を見ると結構急いで早く探しに行かないといけないかなっていうふうに思いますので、ぜひ今年は香りのゲットしに参りたいと思います。ちなみに私が好きな品種はですね、ロイヤルクイーンだったかな、なんかそんな名前のイチゴがあるんですけど、それもすごく美味しいので、ぜひよかったら香りのプラスロイヤルクイーンを皆さんに食べてもらえたら嬉しいなっていうふうに思います。早くイチゴ買わなきゃ。ではでは、じゃあ続きまして、ラジオネームアジさんからです。ありがとうございます。キャリさん、こんばんは、こんばんは。いつもラジオ楽しく聞いています。キャリさんになんだか教えたい子役の子がいたのでメールしちゃいました。加藤ゆずなちゃんっていう子なんですけれど、今月9の監察医朝顔ってドラマに出ています。なんだかキャリさんにどことなく似てるなって思って、その子のインスタのアカウントを調べてみてください。特に動画は可愛すぎてやばいです。個人的には大丸はも朝顔見てねって言った後にもう一アクションあるんですけど、そのアクションがなんだかキャリさんもやってそうだなと思いました、とのことです。気になるね、加藤ゆずなちゃん、ちょっと調べてみるか今。加藤ゆずなちゃんね、少々お待ちください、せっかくだから調べよう。加藤ゆずなちゃん、どうしよう、調べようと思ったけど電波が一本もなくてちょっと調べられなかったんで、後日調べます。とりあえずお名前だけ覚えておきます。加藤ゆずなちゃん、
いいね、かわいい、ゆずって名前がかわいいね。はい、ということでありがとうございます。調べた結果、いつか忘れてなかったらお話ししたいと思います。はい、続いてはラジオネームルリーロピースさんからです。ありがとうございます。ケリさん、こんばんは。こんばんは。私は実家でウサギを飼っています。私のウサギは頭を撫でてほしいと自分から頭を私の手にお尻つけてくるのですが、キャラさん、キャラさんなってる、キャラさんなってる、ケリさんです、私はケリさんなんです。でもいいか、ケリさんのお家のムーちゃんの可愛い癖とかってありますか、ということで。変換間違いしてたのかな。ね、あるもんね、たまにキャリって言ってんのキャラってなっちゃうやつとかね。まあまあそうですね、うちのムーちゃんは結構犬特有らしいんですけど、うちのムーちゃんは誰かに触れたいとき、自分でそのお人形で遊んでるんだけど、お尻だけくっつけたくて、人の足にお尻くっつけて棒で遊んでたり、そう、なんかね、犬あるらしいんだよね、お尻くっつけてくる。あと座ってるじゃん、自分がその上にムーちゃんが乗ってくることって結構あるんだけど、それで寝てるからさ、枕作ってあげようと思って手のひらとかでさ枕にしてあげるとね、邪魔みたいでね、すっごいね、すっごい力で押してね落とそうとするっていうのをねよくやりますね。そういうのがね可愛いなって、何よって思うんだけど、めちゃめちゃ可愛いなって思って、私は見ているので何回も枕作ってあげます。この番組では皆さんからの普通歌をお待ちしております。私に聞いてみたいことを話したいことを何でも送ってください。ではでは、ここで一曲お届けします。石原香織でリトルシング。何気ない指先一つで未来は描かれてゆく。私さえ気づかずに君のいる場所に歩いてる。ことも多いこの世界は、たくさんの模試でできている。時が戻れば続いてはこちら、キャリする。キャリーする、すなわち成し遂げること。私が様々なあれこれをアットランダムにキャリするしていきます。本日の話題はキャリサーチ。甘噛みをそのまま行こうと頑張りました。とりあえずキャリサーチです。リスナーの皆さんが届いたあらゆる調査依頼を私が徹底リサーチしていきます。今日はこれです。キャリークッキングスタジオ。はい、何気ない食材の組み合わせで新たなグルメを開拓するのがこの企画。今回のテーマは特別編 VS カレーグルメです。めっちゃいい匂いする。わー、カレーと名の付くものは何を食べてもカレー味が主役。そこでカレーにプラスすることでカレー味に負けることなく、なおかつミックスして美味しい、そんな VS カレーグルメを今日はリサーチしていきたいと思います。いやね、今日先ほど言っちゃいましたけど、カレーをね先ほど食べてきてしまいました。なのでだいぶカレー寄りに寄っちゃってますけれども、気持ちがねカレー寄りになっちゃってますけど、組み合わせでさらに美味しいカレーだし、カレーの味にこう負けないでちゃんと味がするかっていうのをね比べていきたいというふうに思います。いや、もうお腹も空いてるし完璧ですね、私のお腹の状態。では早速ね、さっさとやっていきますわよ。クッキングスタート。 VS カレーグルメレシピその1、
プリングルスカレーメールを紹介します。ラジオネーム、浜勝さんからです。ありがとうございます。かおりちゃんこんばんは。こんばんは。カレー味に勝つためのポイントは味の濃さにあると思います。そこで濃い味の世界代表プリングルスをカレーにディップして食べるのはいかがでしょうか。おすすめはサワークリームオニオン味です。勝負はいかに、結果を楽しみに待っていますということです。では実際に準備してみましょう。てるてる、来ました、来ました、プリングルス、そしてカレーです。いやプリングルスめちゃめちゃ久々に食べるかも。美味しいんだよねこれも。そしてもうね、この部屋が一気にカレーに染まるぐらいいい匂いを醸し出しているカレー。ん？ねえ、この後のスタジオが果たして誰が使うのか気になりますけども、そんなことはお構いなしに やっていこうと思います。じゃあ期待しましょう。プリングルスをディップします。おー、はい、熱い？じゃあフーフーしなきゃ。こんくらいかな、半分ぐらいがいい勝負だと思う。いただきます。すごい、めちゃめちゃ美味しい。美味しいな、美味しい、すごい美味しいんですが、すごいカレー結構ちょっと先走っちゃった。もう一回ね、もうじゃあ思ったの、これ枚数重ねていけば、重ねてやっぱさ、これちょんちょんってちょっとぐらい、こんくらいがいい塩梅なのかもしれない。だからいきますよ。おい、3枚1枚全部変わんなくない？うんなるほど。でもね、思いました、もう答えいくかこれ。いつもは5つの星で味を評価していますが、今日は VS カレーグルメなので、カレー、そしてプラスした材料、そして引き分けのどれかで勝敗を判定します。それでは判定です。浜勝さんからいただいた VS カレーグルメプリングルスカレーは勝者、引き分け。素晴らしい。あのやっぱり1枚に半分カレーはカレーがビューって追い抜いていっちゃうんだけれども、で最後にね、ちょっと芋の感じだけの匂いがしてきて、それはそれですごく美味しかったんだけど、3枚とちょっとのカレーはもう最初にカレー風味がきつつも、鼻ではやっぱ外のプリングルスの匂いが感じてるから、いい塩梅のあの何グルメになったなっていう風に思いました。正解、これはね合います。やっぱ薄塩だったらちょっと弱いかもしんない。うん、やっぱこうやってここに口にカレー味が入りつつここに出てるのね、匂いを嗅ぎ取らなきゃいけないっていうのは、ちょっと薄塩だと物足りないかもしんないから、プリングルスでやるんだったらサワークリームオニオンが正解だと思われます。いや、そしてこの味なんですけども、評価させていただきたいと思います。味自体は星5つです。めちゃめちゃ美味しかった。あのやっぱカレーにポテトが入ってるだけあって、ね、ぴったり合うよやっぱり。で、玉ねぎも入ってるでしょ。あ、サワークリームオニオンって玉ねぎ入ってるよね。サワークリームオニオンだオニオンだもんね。だからね、もうバッチリバッチリ、もうこれご飯でいいんじゃないかっていうぐらい、これでや夜ご飯にしてもいいんじゃないかっていうぐらい完璧でしたね。最高。そしてカレーってやっぱ美味しいな。いや、いいですね。いや、いいところを持ってきてくれました。ではじゃあ続いて期待していきましょう。バーサスカレーグルメレシピその2、ショコラカレー。メールを紹介します。ラジオネームルンちゃんさんからです。ありがとうございます。ケリさんこんばんは。こんばんは。我が家のカレーには隠し味にチョコレートが入っています。その配分を逆転させるのはどうでしょうか。隠し味にしてるぐらいだから相性がいいのは間違いないので、例えばココアの中にカレーのルーを隠し味に入れる感じです。
唐辛子チョコなんかもありますし、スパイスとマッチするかもしれません。はは、なるほど。どうですかね、確かに。あ、これは、そっかそっか、うん、ルーをここに入れるのか。じゃあこれは一旦戻して。なるほどね。ちょっと、あ、ココアです。いい匂い。では早速作っていきましょう。いや、どうだろうね、チャイ的な感じになるのかしら、スパイス入って。これどこまで入れるか、これ間違えた、これ1個しかないから間違えたら終わりなんですよ。だから少なくいこうかな、最初こんなもん一かけ。この子がどんな、あー、溶け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 、ちょっとね、あ、スパイスココアになってる。香る、やっぱすごい。え、まずこれでいただこうと思います。ショコラカレーいただきます。ん、おー、あ、すげー、あ、すげー、え、あ、ちょっと待って、じゃあちゃんとカレーの匂いするんだけど、後から。でも、あ、なんかいい塩梅だったのか、カレーですって感じじゃなくて、ほんとチャイみたいにふわーって、あ、なんかスパイス入ってますって感じの、美味しい、美味しい、判定しちゃった、美味しい。え、じゃあ判定に参ります。こちらショコラカレーは引き分け。素晴らしい、美味しい。え、めちゃめちゃ美味しいよ、普通に。例えば、じゃあこれがさらにちょっと増やしてみてもいいかな。引き分けなんだけど、どこまでいったらカレーになっちゃうか。じゃあもう一かけ入れます。これは混ぜていきます。さあ、匂いは、あ、カレー感強まったわ、やっぱり。そして、うん、二かけまでは大丈夫です。あの、いい塩梅で成り立ってる。ああ、なるほどね。じゃあせっかくなんで、こちらも味の判定に行きたいと思います。こちらのショコラカレーは星 4.5 です。いや、本当に今までのネオグルメ何だったんだろうっていう感じだけど、でも美味しい。なんかスパイスのものが好きな人だったらこの組み合わせはあるかもしんない。今すぐチャイが飲みたいけどチャイがない、でもココアとカレーのルーがあるって人はこれをやったら手軽にチャイ的な気分を味わえるんじゃないかなっていうふうに思います。いや、素晴らしい結果。ではラストとなる VS カレーグルメレシピその3と思いきや、本日の VS カレーグルメは以上になります。はい、ここで唐突にメールを紹介しますよ。ラジオネームゆうさんからです。ケリーさん、こんばんは。カレーに勝てるレシピを考えましたが無理でした。カレーは最強ですねってきました。そうなんです、結局はね、これが正解だなっていう風に私も思います。やっぱだってこうやってちょっと入れただけでもカレーも匂いもするし、でも何よりもやっぱカレーはすっごく美味しい食べ物ですからね。なんか他にも実はアイディアをいただいていたんですよ。餃子とか蒙古タンメン、あんこなどなど。でもやっぱりどう考えてもカレーが勝つか、試した結果お腹が負けるか、そうだね、この2択になりそうだったので、結論を言うならばカレーは最強、これにつきます。カレーのレシピを考えた人って本当にすごい。世界のどこの誰だか分かりませんが、改めてカレーに感謝します。私たちの食を豊かにしてくれてありがとうございます。いや、ほんとカレーはね、カレーだけでも何種類もありますからね。ほんと1週間カレーでもやっていけるっていうぐらいいっぱいありますから、私は今後もカレーを楽しもうと思っています。さて、次回のテーマに参ろうと思いますが、次回のテーマは、そうですね、以前戦って惨敗したこちらでやりたいと思います。ゼロカロリーゼリー。はい、ゼロカロリーゼリーをゼロカロリーとは思えないほど美味しくするネオグルメ、こちらお待ちしております。そうです、ゼロカロリーじゃなくていいです。もう足すものは、うん、あの以前ね、見た方はわかると思いますが、ゼロカロリー、油揚げってテーマだったのかな、中にゼロカロリーって食べるってやつがあったんですけど、まあ悲惨な結果に終わってしまいまして、あれからゼロカロリーは他と会えないんじゃないかって私自身思ってるんですけど、ここで
ちゃんと新しいグルメを出して美味しいものを作れたら非常に嬉しいと思います。お待ちしております。はい、このコーナーでは皆さんから私にリサーチしてほしい調査依頼を募集しています。真実探してキャリーする、以上キャリーするでした。石原香里のキャリーアップ。続いてはキャリーフォメーション。今週の情報はこちら。私のニューシングルプラスティックスマイルが4月21日に発売になります。こちらは4月から放送スタートのテレビアニメ、ヒゲを剃るそして女子高生を拾うのエンディング主題歌です。私も三島ゆずは役で出演します。各法人別のオリジナル特典内容も決定していますよ。詳しくは石原香里オフィシャルサイトをチェックしてみてください。そして2月20日にはパシヒコ横浜でセカンドライブメイクスマイルを開催します。スマホサイトアニメロミックスでは会員の皆様を対象に明日1月19日火曜日の23時59分までチケットの先行予約を受付中です。忘れないようにご注意ください。いよいよライブまで1ヶ月になりました。皆さんに会えるのを楽しみにしています。以上キャリーフォメーションでした。石原香里のキャリーアップ。お送りしてきました石原香里のキャリーアップ、エンディングのお時間です。いや今日はね本当にお腹空いていましたから非常に美味しくいただきました。そしてこの部屋もですね非常にカレーの匂いが充満しているようで、俺食べてる本には全くちょっとわかんないんですけど相当いい匂いがするみたいなんですよ。でもこの後ちょっとここにいらっしゃる方がいるみたいなので早いうちに匂いが消えないかなって願っているところでございます。でも次のネオグルメはゼロカロリーゼリーということなので、これはね結構ハードルが高い食べ物になってくると思いますので、ん？普段ゼロカロリーゼリーはね食べません私は。なんかゼロカロリーゼリーを美味しいと思うんだけど、あれ食べんだったら我慢しようみたいな気持ちになっちゃって食べないんだけど、でも美味しいよねあれも、ちゃんと味がして。なのであれが死なないようにぜひ調理してもらえたらすごく嬉しいなっていう風に思いますね。食べ物は大切にしなきゃいけませんから本当に。なのでぜひぜひ皆さんからのご応募お待ちしております。この番組ではリスナーの皆さんからメールを募集しています。ふつおた、ケリスル宛てまでいつでもどうぞ。詳しいコーナー情報は石原香里オフィシャルサイトのラジオをチェックしてみてください。メールアドレスはキャリーアットマーク joqr.net です。また YouTube の文化放送 A&G チャンネルではこの番組のアーカイブが配信されています。毎週水曜日のお昼12時更新です。何度でもアクセスして私に会いに来てくださいね。ではでは石原香里のキャリーアップ、ここまでのお相手は石原香里でした。また来週もレッツキャリーアップ、バイバイ。石原香里のキャリーアップ。この番組はポニーキャニオンの提供でお送りしました。